さて、それでは今回はポケスリ図鑑、うちの自慢のバタフリーを紹介させていただきたいと思います。ちょっとね、少し前に話したことはあったんですけども、バタフリーという経験値ダウンのとても大変なキャタピーから育てたのかな、バタフリーなんですが、こちらを今回は紹介させていただきたいと思います。まずは SP の方が3000超えました。3045。木の実タイプですね。レベルが55マックスまで持ってきてます。これも意外と時間がかかった。で、バタフリー、木の実がラムの実ですね。で、食材の方が蜂蜜とトマトという風になってます。で、お手伝い時間が33分14秒。結構早い方かな。で、最大所持数が31という風になってます。このあたりもウィキの表記とかだと21って書かれてたかな。なので、バタフリーをそのまま直接捕まえた場合が多分21ですね。で、キャタピーからトランセル、バタフリーって進化した時に、最大所持数増えていくので、31とやっぱこの10変わってくるってなったら、まあ、飴は消費するんですけど、そうね、まあ最大所持数 L とか持ってるから、まあ直接バタフリーでも良かったのかもしれない。まあそのバタフリーが L 持ってるかっていう話、まあややこしいね。で、メインスキルの方なんですけども、食材ゲット S、ランダムで食材を21個ゲットする。僕はもうこれが好きです。レベル6まで育ててます。で、サブスキルの方なんですけども、木の実の数 S、お手伝いスピード M、食材確率アップ S、最大所持数アップ L、食材確率アップ M、性格が冷静で食材お手伝い確率アップ、EXP 獲得量ダウンという風になってます。これ、まあ、絶食厳選うち、まあ、この話ばっかりですけど、このゲーム実装から多分2週目とかぐらいには絶食厳選スタートしてたんですよね。で、キャタピーとトラ、キャタピー、ピチュー、それからラッタ、あ、コラッタかな、の3匹を捕まえまくってたんですけど、木の実の数 S のキャタピーなんてめちゃくちゃ捕まえたんです。めちゃくちゃ捕まえたけど、当時知らなかったのが、食材確率アップを持ってると木の実ポケモンにはマイナスであるっていう、これはもううちのデータ担当が教えてくれましたけど、そう知らなくて、まあ、食材確率も持ってるし、お手すりもあるし、最大所持数もあるし、最高やないかと思ったんですけど、このバタフリーはちょっと食材に寄りすぎてるんですよね。食材確率アップ S と性格でも、食材お手伝い確率アップがついているので、まあ確かにあの、蜂蜜とトマトがいっぱい溢れてくるんですけど、本当はこれがない方がもっと、性格のところかな、ちょっと話飛びます。右側の、おすすめの性格がいじっぱりとなってて、お手伝いスピードアップの食材お手伝い確率ダウンっていう風になってて、食材は取ってこない方がその分木の実を取ってきてくれるからポイント高いよっていうことらしいです。まあここはね、知らなかった。当時もしかしたら選べばあったかもしれないですね。で、まあ、ランダムで食材取ってきてくれるのが、まあ、木の実ポケモンでポイント稼ぎ出すと、料理がとにかく作れないんですよ。とにかく作れないし、で、かといって外しにくいし、そんな時に、まあ、このランダムで食材取ってきてくれる木の実ポケモンっていうのは、ある種食材もいろいろ持ってきてくれるから、便利かなっていうところで、まあ、そうですね、ラッタほどではないけど、発動率はそんな高くはない。印象かな。そのメインスキルの発動率はね。で、食材間違えて、ちょっとこれまた貼り直しときますけども、若草のハイパー5以上のみらしいです。このバタフリーが登場するのって。知らなかった。まあ、キャタピーはどこでもというか、まあ、よく登場するのにキャタピーとランセルから捕まえることはできるんですけど、本当にバタフリーだけ直接捕まえようと思ったら、若草ハイパー5以上らしいです。そしてですね、まあ、木の実の数 S、おすすめのサブスキルね、木の実の数 S。木の実ポケモンはもうこれが強いとずっとされて、まあ、いつかこれも変わるかもしれないけど、今はやっぱり木の実の数 S と。で、お手伝いスピード M、お手伝いボーナス、で、お手伝いスピード S ということで、まあ、一回言いますけど、金スキルよりも、その、お手伝いボーナスっていう金スキルよりも、お手伝いスピード M の方が上だったりとかするのが、このゲーム面白いなと思うんですよね。ゲームじゃないんじゃないかって話も出てきてるかちょっとわからないんですけど、睡眠計測アプリなので、ちょっとでも睡眠計測アプリっていうには、お金払う場面多すぎん？
その無理がないって思うんやけど、まあでも作った人がそう言うてはるらしいので、食材お手伝いスピード、M の方がまあ上ですよということで、今回まあ見てほしいのがこちらですね。カビゴンの右上に数字が出てます。142って出てて、手につかんでるのがラムの実なんですけど、わかるかな、ちょっと見えにくいけどね。これがバタフリーが出したこの木の実、取ってきた木の実なんですけど、このバタフリーのラムの実のポイントって、一応まあウィキの上では24、レベル1の時に24ポイント、24エナジーですね。でレベル50で80エナジーっていうことなんですけど、これがまあレベル55にして、なおかつ僕は若草にずっといるので、フィールドボーナスが 55% アップかな、ついてる状態ですね、になると142。これ別に2倍にはなってないので、例えばこれでこのカビゴンの好きな木の実にラムの実が選ばれてるとしたら284とかになってくるんですよ。すごくない？一番下のポケモンなんですけど、その木の実のエナジーとしては一番下なんですけど、まあ頑張って育てて、そして入り浸り続けたらポイントは上がってくるよと。もちろんこれが他のポケモンだったら単純に倍ぐらいになってくるから、倍は言い過ぎか、80から100何がしてぐらいなんで、2割アップぐらいなので、150、160、170ぐらいいくんかな。だからまあ300超えてくる可能性はありますね、該当した時ね。でもいいんです、もうバタフリー使ってるから。で、あのこれはバタフリーでの印象というよりはラッタでの印象なんですけど、レベル50から55にしたことで若干スキル発動率が上がってるかなって。特にまあラッタですけど、はスキルの発動がほぼなかったので、ラッタに関しては1日1回なかったのが、約1日1回から多い時2回ぐらい発動し始めてるから、このレベル50から55へのアップっていうのは、なんか見た目的にはほぼ何にも変わりなかったんですけど、ただやたら雨取られたなっていう感じやけど、実際にはちょっと発動率が、その正確には知らないですよ。全然、あの、なんか真面目に毎回言うけど、ほんま全部知らんけど、なんかね、あの、スキルの発動は上がってる気がしますね。それ、まあ、木の実の、ラムの実のポイントも80って言われてるけど、実際にはもっと持っていくことができるんだなっていうのが今回の話かな。さあ、ということで、さらにね、関係ない話をしてきたいと思うんですけど、前回、カッコ電気、ちょっと正確な名前忘れたけど、新登場のライコーの新しいメインスキルお手伝いブースト、カッコ電気。これが虫とかやったら誰が出てくるんかなっていう話をしてて、調べてみたんですけど、虫ポケモン最強って何なんやろうと思って。で、こちららしいです。ウルガモスっていう。確かにポケ3じゃない、ポケモン SV で使うのは使う。あの、炎タイプと虫タイプの混合ですね。もう全然関係ない話してるけどね。これは虫ポケモンで最強って言われてるらしい。なんかパッと言われて虫ポケモンって弱そうなのしか浮かばないですからね。でもこういったポケモンが、なかなかこれがポケ3の世界で眠ったり、木の実を取ってくるような見た目には思えないですけども、実装されたりした時に、お手伝いブースト、カッコ虫ね、出てきてくれたら。というのはとにかく弱いので、このラムの実、一応まあ、ブーストかけたりはできるけども、ブーストというか、フィールドボーナスで強くしたり、レベル上げて強くしたりってことは可能なんですけど、やはり80っていうのはちょっとダントツで低いから、何かこう虫ポケモンがね、修正されるようなところがあったらいいのになっていうので、こちらですね。ウルガモスの実装を求むと。なんか、全然浮かばんかって、しかも虫ポケモンって何かなって考えたら、僕の頭の中でなぜかこっちが出てきたんですね。これちょっと貼っとくけど、わかる人はわかると思う。もう虫ってなったらこの人出てきたんですけど、カードもこの人のカードが出てきたんですけど、でも若干ウルガモスと被ってるところはあるんよね。まあ、あの、もう関係ない話ね。これ、なんでそういうことを話すかっていうと、もうアプリ全般の話で言うと、うちは、昔、ハンター×ハンターの、オセロゲームがあるんです。これめちゃくちゃ面白いから、もうあの、おすすめしないですけど、やり出すと止まらないんですよね。で、それをやってた時に、公式がもう全データ出してくれてるんですよ。その、
みんなが使ってる使用率とか、そのそれぞれのコマの使用率で、中に属性とかもあるから、属性自体の使用率とかも全部出してて、そのバランスを公式がきっちり取るんですよね。この人の、コマが強いとか、このキャラクター、この、モンスターのコマが強いってなったら、それの、それを弱体化したり、それに代わる強い、コマを他のところ、他の、なんて言ったらいいかな、デッキが違うんですよね、それぞれね。4種類か5種類ぐらいデッキがあって、で、他のデッキもバランス取るようにこう修正していくっていうのがあって、こんなに細かくデータ取ってんねやって、その使用率とか、ユーザーたちが何をやってるかっていうのは、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、例えばこれ僕らでも、まあ、木の実の数 S 持ちを最優先してるとしたら、木の実の数 S 持ちを持ってる人が多すぎるとか、それからまあ、何があるかな、炎タイプのポケモン持ってる人が多すぎるとか、で、そういういろんな部分が見られると思うんですよね。まあ、多くは今回、今で言うともやっぱスキルポケモンの使用率だとは思うんですけど、まあ、そこで修正をかけてきて、こうゲームバランスを取るっていうことを偏りがないようにするってところだと思うので、今現在はそのみんな大好きティア表ですかがの上のボケモンたちの見た目が大体か見た目じゃないなメンツが固まりつつあるから、そういう底上げっていう部分とか新しいスキル等がね登場したりすると、また変わってくるのかなと。あ、そうそう、それからコメント欄で教えてくれてるんですけど、雨1000以上いけますっていうね。もさからのコメントがありましたね。1000超えれるんやっていう。貯めたくなるもんね。貯めたくはなるけど、1000以上ってなかなか、だって EV のイベントで貯まったやつで700ですから、僕、一度も使ってないと思うんで、すごいね。だから、1000以上いけるから、9999個まではいけることが分かった。1万がいけるかどうかですね。じゃあ、まあ、そこまでさすがにいらんか、100いくってなったらなんぼいるんやろね。わからんな。あのね、もう一方書いてくれてましたけど、ほんまあの寝れなくなるよね。あんまりややこしくされたらね。すごい、まあまあ、このゲーム自体どうなるんかなっていうのも、これもまたアプリゲームでいうその考察っていうのも、僕他の配信でやってたりしましたけど、こうだったらいいなぁ、だったらいいなぁとかいうね、コメントもいただきましたけど、なんとなく、情報共有できたりとか雑談できたらいいねっていうことで、ちょっとうちはね、ライブ配信とあまりやってないんですけど、凹むからやったら、人が来おへんから。やっぱね、おじさんは弱いらしい、ライブ配信。とことんおじさん弱いらしいんで、もうなんか、おばさんになれたらもしかしたら配信するかもしれないですけど、ライブ配信等もね、また今後、いろいろ様子を見ながら、でも、そうなぁ、難しいかなぁ、情報はいろいろ教えてほしいところはあるんですけどね、また他のゲームの話をしますが、全く情報が違うかったんですよね。コメント欄の。びっくりしたんやけど、なんかレベルマックスにしないとこれダメですよみたいなコメントがあって、でもうずっと夜やってたんですよ。もうほんま夜ですよ。夜中3時4時までレベル上げして、でレベルマックスにしないとダメなんだと思う。なんかそのアイテムを取るのにね、例えばバタフリーのレベルマックスにしないとバタフリー固有のアイテムは取れませんみたいなの聞いてたんですよ。で、レベルマックスにしてる最中に、まぁ、ちょっと気分転換にボス戦行くかと思って、ラスボスゲームの中の一番上のレベルのボスを倒しに行ったんです。全然それはもう倒せるようになってるから、単にもう育てたいだけなんですけど、ラスボス倒したんですよ。そしたら、全然育ててないやつのアイテム出たんですよ。一番レアなアイテムが。あれってな、これ誰？このアイテム何か知らんし、このアイテム持ってるキャラクター知らんって思って、レベルマックスにする必要なんかなかって、なんか勝手にこの書き込まれた情報を見てそうだと思ったんですよ。でもこれはね、なんていうかな、配信動画で例えるとしたら、コメント欄はもちろんね、やっぱりそれぞれが自分がそう信じてやってるところもあるし、同じく動画も毎回言うけど、ポケスリの動画ってなんかやたらみんな公式っぽい配信してるけど、アプリゲームは常にこう旬が変わっていくから、もう木の実の数 S なんてもう絶対ダメですよっていう時代も来るし、その時にもう木の実の数がおすすめですっていう動画は削除されない、出続けるから、僕最近やと動画
誰かな、ワイワイさんの動画めちゃくちゃ見るんですけど、あの人の動画って4年前5年前の動画とかでも全然おすすめに上がってくるんですよ。変わらず面白いから見れるけど、これがあの僕らみたいにアプリ情報を出すチャンネルだと4年前5年前の話なんて全然通じないわけだから、やっぱりね、このその時のこれあれっていうのはちょっと違ったりするから、まあ、常にこうねツイッターとかフォローして最新の情報っていうのは考えなあかんねやろなって言いながら見ないですけどね。やっぱり自分が頑張る気持ちがそがれたりしたら嫌やからね。あのちょっとまた脱線、もうだいぶ前から脱線してるか、画面は雑談に切り替わってるかな。あの気になってんのが、今はツイッターで情報あるじゃないですか、全然。で、まあ、何見るんかな、みんなツイッターでしょ。ポケスリ始めた時に感じたのは、ツイッターに最新の情報が出る、それからまあウィキに正確な情報が出るっていうのはあったけど、そもそもウィキが最近はいっぱいある。ウィキの言葉の意味もよくわかんないですよ。僕なんとか攻略って調べたら大体いっぱい出てくるじゃないですか。ウィキって1個やと思ってたら、なんかなんとか攻略がいっぱい出てくるし、攻略ブログみたいなのも出てくるし、でどれ見んやろうと思いながら、当時は最新の情報が欲しかったからツイッター見ながら、そのこ何ポケ3スペース攻略で登場するサイトを全部見ながらやってたんですけど、中にはなんかもう海外のサイトで海外に出てる情報を持ってきましたみたいな英文とかで書いてる人とかも言ってて、もうそれはどうやって、インターネットではあるけど海外のポケ3をどうやって検索すんねやろうとか、どんどんそこで分からなくなっていったんですよね。それがまあだから今のアプリ配信とかはそういう海外の情報まで持ってこれる人たちが強いって多分なってると思うんですよね。ポケモンは結構多いよ、あのどっから取ってきてんやろうっていう情報がねあるんですけど、その最近おじさんが感じてるのは、例えば何やろう、僕ら子供の時何見てたんかな、何やろうな、まあ、スレイヤーズとかが分かりやすいから、まあ、あんま男の子見えひんかったかもしれないですけど、子供の時スレイヤーズってアニメがあったんですよ。で僕は結構好きな方だったと思うんですよ。これ例えで合ってるかな、うん、で好きだったんですけど、テレビでやってない限りはその情報知らないんです。まあその雑誌とかなんかで取り上げ連載されてたかもしれないけど、そのめちゃくちゃどういうかな、まあ好きな方ですよ。だからやってれば必ずテレビ欄見て見るとかやったと思うけど、これがね、その当時なんか OVA とかあるやん、 なんか別のなんか IF の話が載ってたりとかするとか、グッズとかイベントとかがあるわけですよ、その当時もね。そこに行かないともらえない、まあドラゴンボールとかも多かったから、会場に行かないともらえない何かみたいな。ポケモンでもあったよね、あのポケモンはコロコロとかに載ってたかな、ミュウが直接もらえるみたいなのがあったけど、その情報どっから当時は取ってたんやろうね、当時の子供たちは。その なんていうの、まだまあコロコロに載ってればそれはまだまだライトな話なんですよ。そこに載ってない情報、その OVA 発売されますとか、なんとか CD、 ドラマ CD 出ますみたいなのあるじゃないですか。あの情報は一体ホームページ、まあホームページはギリギリ知っても、パソコン自体そんな、俺古い話してる。なんかね、そのオタクになろうにもなりきれなかった時代なんじゃないかなと思うけど、当時のオタクは一体どっからねそういうものを仕入れてたのかなって、みんなが雑誌買えるぐらい裕福なのかもしれないし、わからないけど、そう最近思うんですよね。今はまあツイッター見れば最新情報、まあ、最新もあればそうじゃないこともね。何やったっけ、なんか前にガセネタ1個あったもんね。PS5 プラスが出るやったかな、スイッチの新しいのが出るやったかな、なんか全然見切り発車で情報が走ってしまったことありましたよね。まるっきりそんな話はなかった。まあ、今また出ましたけどね、スイッチに関しては。そうそう、水冷式やったっけ、あれはほんまやったんかな、 PS5 の水冷式が出ますとかって、ね、ちょっと雑談多すぎましたね、すいません。あのそう、まあ情報何が大事かわからないけど、何が出るんかなっていうのが、まあバタフリーに関してもこう虫ポケモンっていうのは、まあ若干やっぱ弱いところはあるので、ここをまあ覆してくれるようなものが出てきたら面白いのかなと
いうところでした。じゃあここまで見てくださった皆さんにね、最後じゃあこちら紹介したいと思います。まさかのこのタイミングでの色違いが出ましたよ。でしかもサブスキルがスキルモリモリでした。どうしようって思ってる。スキルポケモンやし、電気ポケモンやし、何より飴1個で取れるって、飴じゃない、サブレね、ポケサブレ1個で取れるっていうことで、まあ、もちろん取ったんですけど、もう今週1週間の飴ブーストは正直うちで言うとジュペッタにも全部費やそうかなって、なかなかこう飴も取れないしねっていうところなんで、1匹すら育てるの無理ですね今回のではね。2倍やったかな、経験値がね、まあ、ちょっと厳しいんですけど、まあまあぼちぼちと、まさか出ると思わんかったからやっていけたらなと思います。長くなってしまいましたけども、全然関係ない話ですいません。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。